สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Genshin Impact ในเควสเทพเจ้านะครับที่นัทแลนด์เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มฉากที่2กันต่อเลยนะครับในอัปเดต 5.0 เนี่ยมันมีอัปเดตเควสโลกไม่ใช่เควสเทพเจ้านัทแลนด์มา2ฉากนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าจบฉากนี้ก็ต้องรอ 5.1 ถึงมันจะอัปเดตหรือ 5.2 ไม่รู้เดินเล่นในเผ่าวารีโอ้สกายเชิงฉากที่แล้วเราได้รู้อะไรก็พอสมควรเลยนะแล้วก็ที่รู้ล่าสุดเลยคือเดี๋ยวมีคนหนึ่งใกล้จะไม่อยู่จากแล้วไม่อยู่แล้วนะแต่ก็ถือว่าได้จากลากันด้วยดีอยู่มั้งแต่ถ้าไม่ได้นะเรื่องทางนี่ก็คงจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับ 2 วันออนเซ็นที่เข้าไปยัดตัวคิริยุกะกลับมาได้แล้วฮึอาบิสเนาะจามะก็เข้าไม่ได้นะแต่ว่าดีใจมากโคโฮラリウムオリコンさんだぞオイラしょっちゅう一緒に遊んでやってるんだけどあいつのお腹は弾力があってすごく触り心地がいいんだアテアが焼いてくれるお菓子も本当に美味しいよな今朝もおやつにって持たせてくれたんだえ、ティータバラユラこの前会った時とは特に変わりないぞ温泉に石を投げて遊んでた子供たちを捕まえて叱ってるところを見たぜやっほー昨日はよく眠れたあう最高の寝心地だったぜそれはよかったねえ後で海釣りに行こうよ釣れた魚を今日の夕飯にするの釣れたての魚を焼くと香ばしくて最高に美味しいよムアラニさんお？どうしたの？たった今四巡社の戦争に出向いたチームが帰ってきましたよカチーナちゃんは？一緒に帰ってきたんだよねそれがカチーナさんは戦いで犠牲になったそうですでも最終的に彼女のチームは勝ったので心配しないでください後ほど聖火競技場で半音の儀が執り行われますよかった初めてだしずる賢い敵に会ったりしたら手こずるのも無理はないよねそうですねでもこれで彼女も少し自信がつくでしょう知らせに来てくれてありがとうすぐ向かうよふぅ慌ててるように見えたから何かあったのかと思ったよさっきアビスがずる賢いってお前が言ってたけどあいつらの目的って何もかもぶち壊すみたいな単純なものじゃないのかだって流線の州を襲撃するより四巡社の戦争により多くの魔物を放って部族と戦わせた方があいつらにとっては都合がいいはずだよな戦争に行くやつらに危険な目に遭ってもらいたいって意味じゃないぞ言いたいことはわかるよアビスは常軌を逸した存在だしね確かにあいつらは一見何もかもぶち壊そうとしてるように見える生命体じゃないせいかロジックや計画性も度外視だからねでもナタの長い光線の歴史を照らし合わせてみたときに事態はそう単純じゃないって気づいたんだ500年前アビスがテイバットを襲ったのは君たちも知ってるでしょ6カリアあれはオフセンピコーパイラレベルはオフセンやがい当時はカーンルイヤだけじゃなくてどの国も悲惨な状況だったんだって中でもナタは一番被害がひどかった当時のエンジン様と各部族の英雄たちが一致団結して抗ってやっとアビスを撃退することができたんだでも
アビスが残した影響は、その後何百年もの歳月を経てようやく少しずつ解決されていったの。当時龍泉の州の水は汚染されたし、児玉のこの地下からは最悪の泥が湧き出た。火翼の集いでは黒い風が吹き止まなかった。全部まるでそれぞれの部族に合わせてデザインされた災いなんじゃないかって思えるくらい。พวกมันเข้าใจรากฐานของแต่ละเผ่างั้นเหรอ私たちも最初は原始的な破壊衝動によるものだろうって思ってたよ。でもその破壊方法は妙に知能的だったの。だからアビスは八神の国に侵入してナタの記憶を常に読み取ってるんじゃないかって私たちは考えてる。そうやってお前らの情報を掴んでるわけか。本当に悪質でずる賢い奴らだぜ。そうだね。これだけの年月を経てなお奴らを根絶やしにできていない理由もそこなんだと思う。幸い各部族に残されたアビスの爪痕は歴代のエンジン様がかき消していった。おかげで今はどの部族も栄えてるし、全てがいい方向へ進んでる。この前のアビスの襲撃の時だって君たちと協力して派手にやっつけたでしょ。การกำจัดอบิสต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนฉันเองก็เคยเห็นตัวอย่างในประเทศอื่นแล้วสำหรับชาวเนเธอร์แลนด์ที่ต้องอยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากอบิสตลอดเวลาไม่รู้ว่าสงครามครั้งนี้จะยืดเยื้ออีกนานแค่ไหนでも避けられない犠牲もあるって思うとやっぱり悲しくなるぞ。戦争をなくすためには戦わないといけないし、犠牲をなくすためには犠牲を払わないといけない。長い戦争を責任や使命だと思ってる人もいれば、負担に感じてる人もいる。解釈は人それぞれだけど、いつの日か必ずアビスを殲滅して、全ての人の努力が壮大な歴史の1ページになるって、私は信じてるよ。もしかしたら、その時のナタ人の歌に自分の名前が入ってるかもって想像すると、なんだかすごくロマンチックに思えるんだ。きっとみんなそれぞれ、未来への憧れを胸に、一生懸命進んでるんだと思う。พวกเธอต้องทำสำเร็จแน่นอน。自分のため、未来のために頑張るよ。さあ、聖火競技場に行こう。海釣りは今度カチーナちゃんも連れてみんなで行くってことで、海は私たちを待っててくれるからね。帰還を迎える準備をしてるんだよ。なんて言ったって最も誇らしい瞬間だからね。カチーナちゃんきっとガチガチに固まっちゃうんじゃないかな。生まれて初めてこんな大勢の注目を浴びるだろうしね。だろうな。緊張しやすいタイプみたいだし。間に合ったか。時間もちょうど良さそうだ。ああ、依頼の処理に思ったより時間がかかったが、なんとかな。それより龍泉の衆が大変なことになったと聞いた。お前ら怪我はなかったか。うん、幸い大事に至らずに済んだよ。この新しい友達ってほんと凄腕でね。
カチーナちゃんがベタ褒めしてたのもうなずけるよ。ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรน่ะถ้าเฉียบแหลมกว่านี้ก็คงดีโอ้ยมิโรมูสุบะ始まるんじゃないか。そうみたいだね。まず弔辞が述べられてから、みんなで一緒に梵言の歌を読むことになるんだ。さ、よく見える場所を探すからついてきて。歌を読むときは私の後に続いて読めばいいからね。高いところにいればカチーナちゃんも私たちを見つけやすいでしょ。ナタの勇士たちよ、命の叫びを聞きたまえ。我々は記憶と伝説を受け継ぎ、太陽と風と共に育ち、運命と未来を築き上げた。これらすべてナタの炎、ナタの血である。ヤガミの国にカチーナと彼女の子名が見当たらない。見つからないってどういうことだ。本来なら梵言の歌が読まれた後、エンジン様が復活した人を連れて炎の中から出てくるはずだ。だがどういうことだ。こんなこと初めてだぞ。言うまでもない。つまり勝てなかったってことだろ。考えてみろ。これまで戦争で勝った人は誰もが梵言の歌によって再び命の火を灯らせた。なのにエンジン様はヤガミの国でカチーナを見つけられなかったんだ。ということは彼女たちの勝利に何か裏があったってことだろ。またお前らか。カチーナに負けたのがそんなに納得いかないのかよ。みっともない真似はよせ。根拠のない憶測はやめろ。私たちはアビスと戦う任務を確かに完遂した。完遂っつってもいろんなパターンがあるだろう。例えばあの嬢ちゃんがおじけづいちまって何の役にも立たなかったとかな。とにかくチームは勝ってもあいつだけは大礼に認められなかったってことだ。ナタの英雄をそんな言葉で侮辱しないで。カチーナちゃんはアビスとの戦いで命を捧げて今も帰ってきてないんだよ。それなのになんでそんなひどい言われ方をしなきゃいけないわけ。落ち着け、ムアラニ。こんな奴と争っても何の意味もない。でも侮辱されたままなんて許せないよ。英雄の侮辱だと。ふん、あいつが英雄だったらの話だけどな。この場にいるみんなも考えてみろ。あの嬢ちゃんに問題があったのか、それともエンジン様とナタのルールに問題があるのか。
確かに反魂の歌で復活できないってことは勝てなかったからと解釈するしかないな。もしかして大霊は勝利に対して独特の考えを持ってるとか。それにあの女の子なんだか弱々しい感じだったし。ดูเหมือนเทพแห่งไฟกำลังคุ้นคิดอะไรอยู่ทำไมกันเขาเป็นคนที่สามารถหยุดการทะเลาะนี้ได้ดีที่สุดแท้そういうやつじゃないからな。そうだよ、あの子は絶対逃げたりしない。ずっと予従者の戦争に憧れてたんだから。たとえどんな困難にぶつかろうと、恐怖に打ちひしがれ足がすくむようなことがあろうと、あの子は誰よりも真っ先に立ち上がるはず。事情が明らかになるまでカチーナちゃんの悪口を言って嘘を晴らそうだなんて考えないで。まあいい。予順者の戦争で何が起きたか、名誉を傷つけたのは一体誰なのか、じきに明らかになるだろうよ。もういい、静かに。戦争を勝ち抜いた全ての者に疑惑の目を向けることは許されない。カチーナも我々が敬意を払い祝福すべき英雄だ。だが彼女が再び燃え盛らなかったのもまた事実。詳細は調べているが、まずはこたびの件私から詫びよう。他の被害者を出さぬよう調査が終わるまで非化成屋の巡礼をしばし中止とする。全てを予見し一切の過ちを未然に防げる者はいない。私も同じだ。疑うことは真実を求めるための手段、決して他人を攻撃する武器にしてはならない。そんなつもりはありません、エンジン様。私はただ。なら直接私に問うといい。無論その返答を疑っても構わない。今この場ではっきりさせたいことはまだあるか。いえありません。疑念を抱いているというのに何も聞かないとは。君たちにとって真相などさほど重要ではなかったようだな。こいつら名誉を守るどころかエンジンに質問する勇気すらないんだな。エンジン様、質問よろしいでしょうか。私の友達はカチーナちゃんはどこにいるんでしょう。私にとってとても大切なことなんです。無礼を承知で申し上げますが、詳細は調べているだけではどうしても納得がいきません。現時点で把握していることは全て伝えた。もし一刻も早く真相を解き明かし救助したいのであれば、こたびの調査に加わることが最も有効な方法だ。どうだ、志願するか。はい、もちろんです。よろしい、では談義室に来てくれ。私たちも行こう。ああ、せっかくの機会だ。もし旅人も都合がつくなら談義室で少し話せるだろうか。調査に進展があれば各部族の長に伝えよう。皆安心してくれ。他に質問がなければ解散とする。こたびの再燃の儀式の至らぬ点においては改めて詫びよう。え、さっきオイラたちにも来てほしいって言ったよな。エンジン様がああ言ってくれたんだ。俺も状況を把握するため同行しよう。急を要する事態ゆえ早速本題に入ろう。カチーナが我らナタの英雄であることは疑う余地がない。今回起きたことについては心より詫びよう。ヤガミの国で原因不明の騒動が起き、カチーナの行方が分からなくなった。私も彼女の居場所をつかめていない。原因を特定し状況を打開しない限り反魂の歌は
本来の力を発揮できない状態が続く。つまりカチーナが戻ってこれなくなるってことか。ああ、八神の国の問題が解決するまで彼女とはしばらく会えない。しばらくってどれぐらいですか。具体的なことは何とも言えない。カチーナちゃんはずっと余巡者の戦争に参加することを夢見てきました。ナタを守るための力になりたいって。あの子は絶対に犠牲になることを恐れません。カチーナちゃんはエンジン様が必ず自分の命を再び燃やしてくださると信じてるはずです。稽古に疲れて二人で一休みするとき、あの子はいつも半言の歌のメロディーを口ずさんでいました。困難を乗り越えた後、ここに帰ってきてみんなと抱き合いながら興奮と喜びを分かち合うはずだったのに、あの子を応援してきた人たちは一体どんな気持ちで現状と向き合えばいいのですか。安心して彼女の帰りを待てばいいのですか。それとも涙を流しながら悲しめばいいのですか。私たちは彼女の友達、それとも殺した張本人ですか。言い過ぎだムアラニ。構わぬ、君の怒りと悲しみは理解できるからな。私は決してカチーナの生死を軽んじているわけではないムアラニ。できれば私もいち早くカチーナを連れ戻し、君や彼女の安否を心配する人々を安心させたい。今直面している難題を詳しく説明しよう。もう少し耳を傾けてくれないか。先日龍泉の州が襲撃された件と照らし合わせて考えるに、おそらくアビスはナタのルールを乱す新たな方法を見つけたのだろう。ルールを乱す。周知の通り、成果はナタがアビスにこうするための根幹だ。もし引き続き帰化聖夜の巡礼を開催し余巡者の戦争を行えば、新たな犠牲者が出るかもしれない。しかしこのまま取りやめれば聖火の力が次第に弱まり、各地にアビスが溢れてしまう。そうなれば今後龍泉の州のような災難が幾度も起こるだろう。両者を比較すると後者の方がより危険ですね。悪い、こんな無情な話はしたくないが、マリポのキーニチとして代償を図るのは俺の責務だ。事実の残酷さを十分に理解してこそ怒りに駆られず冷静に現実を見つめることができる。だがこたびの災難の当事者であるムアラニにとって、キーニチのようにどちらの苦しみがより重いかを判断するのは難しいだろう。はい、私には分かりませんし、分かりたくもありません。苦しみの重さを比べること自体被害者に対して失礼だと思います。なら私が帰化聖夜の巡礼を中止にしようがしまいが、君の苦しみは変わらない。そうだな。はい、カチーナちゃんのことは心配でなりませんが、だからといって他の人を犠牲にしたくはありません。問題の核心はそこだ。単純な比較や選択に頼ってもこの問題は解決できない。私がどの選択をしようとそれぞれ犠牲者が出る。ただいずれにせよ、ナタ人は帰化聖夜の巡礼に疑惑の念を持つようになるだろう。そのような疑惑が浮かび上がれば、団結してアビスに立ち向かっていた人々の心は離れ、アビスの目論みは成就する。あの者らの最終的な狙いは半言の歌に関するルールを乱すことだけでなく、人々が持つルールへの信用を瓦解させること。故にカチーナのような二人目の犠牲者を出さず、かつ各部族の守衛の力を強化する策を講じたいと考えている。その上で成果を盛り返す方法を模索し、アビスを阻止する。無論これは容易ではない。
少し時間が必要だ。ここまでの話で君の怒りは少し収まったかな。隣人がここまで丁寧に説明してくれるなんて、もっとバチバチの展開になるかと思ったぜ。先ほどは感情的になってしまい申し訳ありませんでした。おっしゃる通り、まず問題を解決する方法を考えるべきですね。成果の力を維持することが問題なら、余順者の戦争だけを一時中止にするのはどうでしょうか。それも考えたが、長きにわたり両者は切っても切れない関係にある。余順者の戦争が中止となれば、帰化聖夜の巡礼を勝ち抜いた際の栄光も失われ、参加者が減るだろう。それに伴って各地区の炎の量が減っていく。これでは悪循環だ。カチーナちゃんはアビスに人質に取られたのでしょうか。他有内阿德贾克拉蒂娜娜就不应该了。他の国でも地脈という概念を聞いたことがあるだろう。ヤガミの国も似たような存在だ。短い間ならヤガミの国に滞在しても特に問題はないが、アビスの影響が加わるとなれば話は別だ。個の存在が飲み込まれる速度が上がり、最終的に無数の魂と一体化してしまう。一杯の水を川に注ぎ込み、そして再度すくい上げても元の水とは異なる。それと同じ理屈だ。これが彼女の直面している危険となる。今置かれている状況と予測される結果をごまかすつもりはない。先ほどエンジン様がおっしゃったように、両方の解決策を模索することは私も賛成です。カチーナちゃんを探すことは私に任せていただけないでしょうか。エンジン様は聖火の問題の解決にお力を注いでください。アビスがカチーナにもたらした危険は君にも同様に起こりうる。二度と戻ってこられない可能性が高いが、それでも構わないのか。カチーナちゃんが助けを待ってる。私が気にしてるのはこれだけです。余順者の戦争で彼女を守れなかった私にも責任はあります。私にも行かせてください。ロ、オイラたちはカメコビチョバッニカジャントンリンカチャリガ。了解した。では君たちの行動を全力でサポートしよう。名園の主は地脈から古名を抽出する技術を習得している。カチーナの古名が見つかれば、私は両者のつながりを利用し、ヤガミの国における彼女の位置を特定可能だ。そしてその次が最も困難なのだが、君たちにヤガミの国に向かってもらい、彼女を連れ戻してもらう。そこって魂の国なんだよな。オイラたちも行けるのか。通常ならそこに入れるのは私たちの意識のみだが、人をそのまま送る方法もある。だがヤガミの国による拒絶に加え、アビスの力による侵食にも耐えなければならない。私は構いません。私もです。アビスの力と戦うことにはとっくに慣れていますので。あれがクワイ。ビビってるのってオイラだけか。しょうがない、こいつが行くならオイラもついていくぞ。名園の主シュトラリは以前、大霊と意思疎通を図るための道具スピリットストーンというものを作った。本来は部族の長が儀式で使う道具なのだが、その原理からして古名を探すのにも適している。数日前かがり木の民に届けたが、今回の件で役に立つとはな。いろいろと助けていただいてありがとうございます。ビビたる力だ、礼には及ばない。こたびの救援活動を動かしたのは私の援助ではなく、君たちの友情と勇気にある。むしろ助かったのは私の方だろう。君たちがいなければ一人窮地に陥っていた。君たちと初めて言葉を交わすというのに、計らずも重々しい場面になってしまったな。君の功績は耳にしていたよ。
君がナタに足を踏み入れた時からずっと君に会い最上級のおもてなしをしようと思っていたのだ。ルエ、なんでだ？なんでだと？他の国でもそのような待遇を受けてきたのではないか？เรื่องนี้ถ้าจะให้พูดมันก็ซับซ้อนอยู่นะดูแบบว่าพวกเราก็เริ่มดังแล้วสินะ最初はそうでもなかったけど、ご飯、今じゃ、そう、最高レベルの待遇を受けてるな。何しろ君たちは運命をも凌駕するものだからな。เรื่องนี้คุณก็รู้เหรอ？機会があればまたゆっくり語らおう。君が思っているより私は多くのことを知っているかもしれないぞ。緊急事態でさえなければ今宵は杯を交わし楽団のステージを見るのにぴったりだったんだがな。あ、そうだ、エンジン様、アテアおばさんからこれを渡すようにと預かったんです。先日のアビスの襲撃でおばさん怪我を負ってしまって、この中には私の思いと意志が宿ることでしょうと、エンジン様に伝えればきっと分かってくれると。この日がこうも早く訪れるとは。彼女の命を象徴する炎がお守りの中に流れているのがはっきりと感じ取れる。だが龍泉の州の温泉で直接手渡ししてほしかったな。私は彼女の戦友なのだから。安心してくれ、これは私にとって大切なものだ。大事に預かると約束する。ことが一段落したら彼女に会いに行こう。ヒカセイヤの巡礼を中止にしたのは、核築の炎の量とは関係がないんじゃないですか？ああ、そもそもとっくに足りていないからな。それも深刻なほどに。アビスの侵食が進行したことで炎元素力はひどく不足している。状況はもはや極めて悪い。ヒカセイヤの巡礼が何の役にも立たないならいっそのこと中止にし、各部族を守ることに戦力を集中させるべきだ。カチーナが八神の国に迷い込んだのもアビスの最悪の表彰に過ぎない。はあ、確かにこのことをみんなに知られてはいけませんね。ああ、じきにナタが滅びると民衆が知れば大きな混乱を起こしかねない。だが私が何も言わなければ対立は激化し、我らが英雄にあるまじき疑惑を向けられてしまう。また二択の問題ですね。後者が最適解であるのは明らかですが、あなたはそう判断しない。私はただ犠牲者が少ないからといってそれが正しいやり方であるとは思っていないだけだ。行こう、まだ対策は取れる。成果ならしばらく持つはずだ。もしかして？あ、ついてきてくれ。成果はアビスの恐れるものであり、ナタの安寧を維持する根幹だ。決して消えてはならない。我らが英雄の準備が整うまで私自身の力を持って灯し続けよう。しかしその方法で維持できる時間は限られているでしょう。残りの5名の継承者の方に力を注ぐべきだと思いますが。気をせいて本末転倒になってはならない。大礼に選ばれし者はすでに運命に定められた冒険の道を歩み始めた。その結末を描くのは本人たちであり我々ではない。我々にできるのはその者たちを支援することのみだ。としてもエンジン様自ら犠牲になるのは私の他に成果を維持できる者などいるか。この身は強大な力を持つが、それは決して好機を意味するわけではない。私は私の責務を果たしているまでだ。
エンジン様、ファデュイです。さすがはナタの神、その名に恥じぬ手腕だ。地脈の秘密については存じている。とうに運命は破滅を示唆しているのだ。なのに500年前の約束は未だ果たされていない。お前が神の心を持っていたところで何の役に立つ。その口ぶり、女皇の命以外にも来た理由があるようだ。気球の時には誰かが救世の責務を果たさねばならない。お前の計画が滞っているなら、俺がナタのために新たなルールを作ろう。だが神聖の前には破滅が必要だ。長話をする気はないようだな。ああ、君や私のような人間は言葉より力だったな。永遠の主か。命令だ。隊長とその幇助者を全て見つけよ。ยังเดือดだいじょうぶですか、エンジン様。手ごわい相手だ。さすがファトゥス第一位だけのことはあるな。エンジン様に匹敵する人間がこの世界にいるとは。彼はスネージダイヤの助行のために来たんでしょうか。でもなぜ500年前のこと。確かに彼はナタについてどれくらい知っているのでしょう。ファトゥスたちは神の心に対して共通の認識を持っているものの、おのに目的がある。あの隊長も何らかの目的があるのだろう。とにかく相手が動き出した以上、当面の計画は一旦中止せざるを得ないでしょう。次にまたファデュイが襲ってきたら太刀打ちできる者はいません。もう時間がないのだ。先ほどの戦いで最後に与えた傷は
しばらく彼の足を引っ張るだろう。それと彼を助けたあの力は名演の主によるものだ。つまり内部に裏切り者がいるということですね。確かなことはまだ言えないが、もしそうだとしたら貴重な転機にもなりうる。最後の一撃を打ち込んだ瞬間、その体内に何か特別な存在を感じた。それを詳しく調べよう。キイニチ、名演の主のところに行って彼を助けたのが誰なのか調べてくれ。シトラリを尋ねればいいだろう。彼女なら知っているはずだ。はい、すぐに向かいます。ただエンジン様のご決断は変わらないのでしょうか。あ、案ずるな。この土地を守っているのは神だけではない。私たちが信じるべきは、皆で共に見つけたナタの未来へと通じる唯一の道だ。エンジン様、大丈夫ですか？心配無用。ただ少し悔いているだけだ。まだ髪を燃やせるうちに写真でも撮っておくべきだったとな。もう手遅れだ。あの子たちの旅が順調であらんこと。どうやらエンジン様が手を下されたみたいだ。相手もかなりの強者だったと伺える。 どうすればいいんだ。今から戻るか。干脆かしな。可本扔着我慢慢かな。エンジン様を信じよう。正面対決であの方が負けるとは到底想像できない。こっちの剣を片付けたらすぐに戻ろう。そうだな。じゃあ引き続き登るか。これ以上トラブルが起こらないといいんだけど。มาสึกของน้ำแข็งและเปลวไฟจุดยืนย่อมต้องใช้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งมีข้อความเข้าด้วยขอบคุณสำหรับเพชรครับじゃないか。久しぶりだな、ワイナ。挨拶は省かせてもらおう。スピリットストーンを貸してもらえないか。待て待て、せめて何に使うつもりなのかを教えてくれ。友達のカチーナちゃんが八神の国に閉じ込められちゃったの。その子を助けるためにはスピリットストーンで。助けるって八神の国に行くのか。八神の国か。あそこは気に触るかもしれないが許してくれ。私に言わせれば君たちの行動は一人前の戦士にふさわしいとは到底思えない。戦場では一瞬で状況が変わったりする。予想外の事態が起きるのも仕方がない。だが悲劇が起きたのならそれ以上の死傷者を出さないための手立てを講じるべきではないか。気遣ってくれてありがとう。でも一
人前の戦士になる代償として戦場に残った仲間を見捨てないといけないなら絶対に賛同できない。リスクは覚悟の上だよ。ま、そう言うと思ったよ、はあ、どうしたワイナー、普段と様子が違うぞ。冒険のない人生なんて不完全な人生だってのがお前の口癖じゃないか。気にしないでくれ。さすがに八神の国となると場所が場所なだけにな。ただ君たちの決意を確かめたかっただけさ。そこまで意志が固いのならこれ以上は止めない。ほらスピリットストーンだ。ちゃんとしまっておけよ。壊しても予備はないからな。助かる。お前ら昔からの知り合いなのか。でもチャスカは火翼の集いだよな。チャスカは名の知れた調停者で、どの部族も争い事が起きたら彼女に仲裁を依頼する。そうしているうちに自然と親しくなったのさ。それにチャスカには妹がいてね、クイクって子なんだけど、よくうちの部族に遊びに来ていろいろと手伝ってくれてるんだよ。妹がいるのか。ああ、機会があれば紹介しよう。さて話を本題に戻そう。ワイナ、スピリットストーンの使い方は。君たちもすでに聞いてると思うが、八神の国は現実の世界と全く異なる。あそこはまるで概念が流れる川のような場所だ。君たちが探そうとしている古名は川を泳ぐ魚だと考えればいい。でスピリットストーンは川に浮かぶ漁船にあたる。だが船だけじゃ足りない。経験のある漁師が必要だ。私がその船を操縦したらダメなの？君の実力と才能からすれば、まあうまくいくかもしれないが、まだ経験が足りない。安全を期すなら私からある人物を紹介できる。それは？名を馳せたかがり木の民の戦士、数えきれないほどの戦場をくぐり抜けてきた伝説の偵察員ヴィチャマだ。鋭い観察眼の持ち主でかなり勘が働く。それに彼の古名の意味は探察だ。古名を探すなら彼ほどぴったりな人選はいないと思うよ。ヴィチャマ？聞き覚えのある名前だな。アテアおばさんが言ってた戦友じゃない？その人の話なら聞いたことがあるよ。どこに行けばその人に会えるの？マルコが死んでからあいつはよく崖の上から遠くの景色を眺めてる。崖の方に行けば会えるだろう。ありがとう、行ってみるよ。はあ、なあ、うまくいくことを祈ってるよ。そうだが、何か用か？なんだと？じゃあ、八神の国に取り残されたその友人は生きて帰れる可能性があると？そんなことあり得るのか？いや、八神の国じゃそういった類の奇跡だって起こり得るかもしれん。そしたら大丈夫か？顔色が悪いぞ。何でもない。分かった、手を貸そう。ただし俺からも一つ頼みがある。まずカチーナの古名を探すために協力する。その後スピリットストーンを貸してほしい。友人？あ、さっきワイナがマルコって名前を言ってたけど、そいつのことか？ああ、だが彼のことはあまり話したくないんだ。すまない。構わない、その条件を受け入れよう。うん、カチーナちゃんの古名を探すのを手伝ってくれたお礼は必ずするから。ああ、
スピリットストーンを見せてもらえるか。なるほど、大体わかった。アビスの教文の原理と少し似てる。八神の国と俺たちがいる世界をつなぐことができるようだ。一旦つながれば、餌の匂いを追いかける魚のようにアビスが湧き出てくるだろう。集落内で使うことはできないな。おお、すごく詳しいんだな。詳しいとまでは言えないが、大体の使い方ぐらいならわかる。原理についてはさっぱりだがな。これを発明したのはシトラリって言ったか。大した才能だ。俺はこれから郊外に行ってスピリットストーンの設置と調整を行う。その間、お前たちにはある2つのものを用意してもらいたい。何が必要なの？すぐ買いに行ってくるよ。まずは鍵縄だ。集落の商人のところで簡単に手に入るだろう。網を編むのに使うから多めに用意してくれ。網？コメを捕獲するために使うってこと？でも実体のないコメを実体のある網でどうやってすくい上げるの？八神の国でも現実の世界の網に対応する概念を見つけることができる。わかりやすく言えば、網の概念でコメの概念をすくい上げるんだ。なるほど。二つ目は？黒曜石を一つ、いや二つ用意してくれ。コメを現実の世界に持ち帰った後、黒曜石に保存する必要がある。本来なら小玉の子のところで買う必要があるが、ちょうどそこの行商人がこちらに来てると聞いた。運が良ければ手に入るかもしれない。お、わかった。ではしばらく別行動だ。あそこに空き地があるだろう。物が揃ったらそこに来てくれ。そうだ、俺がスピリットストーンを独り占めしないよう見張りをつけなくてもいいのか。お、シャスカはどう思う？必要ない。確かに初対面ではあるが、ワイナが紹介してくれた人なら信頼できる。ありがとう。信頼という言葉は今の俺にとっては嬉しくも何ともないがな。スピリットストーンの設置と調整には時間がかかるから焦らず待っていてくれ。また後でな。変わったやつだな。なんか疲れてるように見えたけど、スピリットストーンの話になった途端やる気が目に見えて出てたぞ。うん、私もちょっと気になった。とりあえず言われた通り鍵縄と黒曜石を用意しよう。カチーナちゃん、もう少し待ってて。必ず助けに行くから。鍵縄？クライミング用のでいいかい？うん、ここにあるものを全部買いたいの。いくらかな？全部？そうだね、3万モラでどう？じゃあそれでお願い。お、あっさりうなずいたね。むしろ値切ってほしかった感じ。でも今は余裕がないから、急いでくれると助かるな。はいよ。じゃあサービスでいいこと教えてあげる。鍵縄を買いに来るお客さんはほとんどがクライミングの愛好家でね。クライミングを学びたいならロカって人を訪ねるといいよ。はい、これで全部だ。持って行きな。次は黒曜石だな。ビチャマが言ってた行商人はあそこにいる。行こう。下次考上谈判室。他に欲しいものはある？ถูกพี่จับได้ซะแล้วไม่ใช่จะคุยกับพ่อค้าเอาเถอะงั้นจะปล่อยนะไปแล้วกัน
แฮ่ๆก็ผมไปแล้วนะこんにちは黒曜石ってあるかな黒曜石かいほれそこに一つあるよよかったまだある二つ欲しいの参ったな今持ってる雑貨の中に紛れ込んでるかもしれないが探すとなるとそこの箱をひっくり返すことになるお願い探してくれるここで待ってるから、はあ、あまり気をもむな今のところ順調だそうだねさっきリチャマの友人の話を聞いたときなんだか彼は私と同じ気持ちなんじゃないかなって思ったの黒曜石がもう一つ見つかればいいんだけどカチーナちゃんっていつもキラキラした石をたくさん持ち歩いてたんだもし八神の国に閉じ込められたのが私だったらあの子すぐ黒曜石をいっぱい取り出してたかもお、あったあったお嬢さん、これでいいかい？どうもありがとう。いくら？お前さんたちが来なけりゃ売れもしなかったもんだ。二つで3000もらにしてやるわい。さ、持ってきな。ところでさっき、ビチャマって聞こえたが、彼に頼まれてきたのかい？あいつはどうしてる？マルコがいなくなってからもう5年だ。そろそろ立ち直ってくれるといいんだが。あいつのことよく知ってるのか？よく知ってるってわけじゃない。ある日酒を飲んでたら偶然耳にしたんだ。彼とマルコは幼馴染でずっと一緒に育ったそうだよ。戦闘が得意なマルコは数人の大男を片手で倒せるほどの手だれで、ビチャマは偵察と分析に長けてた。二人で息を合わせアビスの襲撃を何度も退けてきたそうだ5年前またもや帰化聖夜の巡礼を勝ち抜いた二人は同じチームになったしかし出発の前夜かがり木の民がアビスの小規模な襲撃にあったんだその時ビチャマは人を助けようとして足を怪我してなそれでどうなったんだ同じチームのメンバーが訪ねてきて話し合った結果彼を残して休養させることにしたビチャマ自身も足を引きずりながら前線に出たところでチームの荷物になるだけだと考えたそうだそれでみんなでエンジン様に申し出て許可をもらったというだがその時に限ってアビスの魔物の数が予想をはるかに上回っていてな判断を誤ったマルコのチームは絶え間なく襲い来る魔物に飲み込まれてしまったんだビチャマは全て自分のせいだと自らを追い込みそれ以来ずっと落ち込んでるファンドラムかもしれコンピコンかわなそうだな人が後悔する理由は行動を間違えたからだけじゃない何もできなかった自分を責めることもある過去には戻れないから前を向くべきだと彼に言ったんだがなかなか苦しみから抜け出せていないようでねわしらはアビスのせいで多くの苦しみを強いられてきた永遠に癒えようのない傷を背負って生きる人もいる彼の傷が癒えたらいいんだが、はあ、話はこの辺にしておこうもし機会があればお前さんたちも励ましてやっておくれエンドオブシリアンタブラー損壊ねへと前
頼んでたものは揃ったか？うん、ここにあるよ。スピリットストーンは調整済みだ。すぐにでも始められる。約束通り、まずカチーナの孤名を見つけるのを手伝おう。それが終わったら、今度はお前たちの力を貸してくれ。想考探ばれいのいでまい？ああ、なんだ。คุณตามหานาโบราณของเพื่อนด้วยเป้าหมายแบบเดียวกันกับเราเหรอ ああ、そうだ。マルコが死んだ後、戦場を見てきたんだ。あいつが負けたのは、とてつもなく強い敵にあったからじゃない。数えきれないほどのアビスの魔物に囲まれたせいで死んだんだ。もしあの時俺がいたら、前もって危険を察知できていた。敵陣に足を踏み入れないよう、慎重にチームを進められたはずだ。あの日から、俺はずっと自分を責めてきた。そしてお前たちからカチーナのことを聞いて、ふと思ったんだ。もしかしたら、マルコも死んでなんかいないかもしれない。でも、もう何年も前のことだって聞いたぞ。あそこにいる命は、だんだん他の多くの魂と一体化するって、エンジンが言ってたけど。いくら小さな可能性でも、試してみたい。あいつと約束したんだ。アビスを相当できなくとも、最後の瞬間まで共に戦おうってな。話はここまでにしよう。急がないといけないんだろ。概念としての孤名を捜索してる間、周囲に欠片が散らばるかもしれない。その欠片を集めてくれ。それから戦闘の準備もしておけ。さっきも言った通り、スピリットストーンによって現世と八神の国がつながれば、アビスの力が湧いてくる可能性がある。あの金色のやつがビチャマの言ってたかけらじゃないか。近づいてみようぜ。受け取れ、早く。カチーナの孤名を見つけた。待ってろマルコ、あともう少しだ。おかしい、アビスの力がどんどん強まってる。彼の体がアビスに侵されてる。ビジャマ、このままじゃ。この命は5年前に亡くなるはずだったもんだ。頼む、もう少し時間をくれ。ほんの少しでいいんだ。เข้าใจแล้ว จะช่วยยืมเวลาให้เอง。ありがとう。จะตามไม่ไหวแล้วนะเหลือเวลาไม่มากแล้วนะมาร์โก้สัตว์なんで見つからないんだどうしてこれ以上待てない。ムアラに彼を引き離せ。試したけどアビスの力がしつこく絡みついてて、まるで見えない鍵縄が
彼とスピリットストーンを縛ってるみたい。仕方ない、すまん。シトラリ、避けろ。ちょっと待って。あのまま放っておけば暴走していただろう。他に止める方法もなかったから壊すしかなかった。お前たちは爆発の衝撃で吹き飛ばされたんだ。しばらくめまいがするだろうが、よくある症状だから心配はいらない。次からは何かやる前に一言言ってよね。さっきはすぐに動けたからよかったけど。避けろと言ったろ。もう、それでも間髪入れずに壊したじゃん。みんなが君みたいな瞬発力を持ってるわけじゃないんだよ。私たち全員派手にやられるところだったんだから。次から気をつける。にしてもカチーナちゃんのコメイが無事でよかった。あれ、ビジャマは？ビジャマ、ビジャマ。結局マルコのコメイは見つからなかった。もう消えちまったのかもな。コメイが消えればそいつは永遠に帰ってこられない。こうなるだろうって最初から予想してたが、やっぱ手遅れだったか。あいつらが出発したあの瞬間からもう手遅れだったんだ。ビジャマ。彼はここ数年様々な慰めの言葉を耳にしてきたはずだ。しばらく一人にさせてやろう。お、お、リチャマの手の中で何か光ってるぞ。手？これは。おい、マルコ、まだ力は残ってるか。剣を振る力は残ってないが、喋る力ならまだある。喋れたってしょうがない。俺たちの遺言を聞いてくれる人もいないしな。本当にここで死ぬのか。死ぬのは怖くないが、お袋が知ったらどんな顔するかちょっと想像がつかないな。その点俺はマシだ。両親は早くに亡くなったから悲しませずに済む。ピサック。だね、厄介事を人に押し付ける癖、いつになったら治るんだよ。最後の最後まで俺に見送れっていうのか。俺たちの遺言を聞いてくれる人もいないか。でも万が一ってこともあるだろう。ビジャマ、君は来なくてよかった。悲しむ必要はない。笑うまでしっかり生きてくれ。今回の釣りは収穫が皆無だったわけではなかったな。รู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยัง？ああ、またあいつの姿を見れて、あいつの声が聞けて、心の底から嬉しさがこみ上げてくる。だが喜びの後に押し寄せてくるのはさらなる苦しみだ。苦しみ？なんでだ？マルコはいつもそうだった。何の未練もないように振る舞ってたが、あいつの手はずっと震えてたし、かろうじて笑みを
絞り出してた。なんだ、めちゃめちゃ強い。あいつと共に戦えなかったことを、俺はここ数年ずっと後悔していた。まさか命が尽きる瞬間、あいつも友のことを考えてたとは。リチャマ、俺は大丈夫だ。族長のワイナは最初、お前たちが八神の国へ向かうことに反対してたと聞いた。実は俺も迷ったんだ。コメを探すことを手伝うのは、つまりお前たちを死地に追いやることだからな。だが一方で、お前たちの気持ちは痛いほど理解できた。生きていれば多くの後悔に苛まれる。やり直せるチャンスはほとんど与えられない。罪悪感が心の中で膨らんでいけば、戦士にとって何よりも貴重な資質が奪われちまう。なら最初から最も勇気のいる道を選んだ方がよっぽどマシだ。戦闘的大喊过埋定拜戦啊都通通的样把接住了。もし過去に戻れるなら、俺は絶対に前線に行く。怪我をしていても俺にできることはあったはずだ。たとえ結末を変えられなくても、あいつと最後まで共に戦えただろう。今になってようやく分かったよ。一度機を逃したら取り返しのつかない重要な選択があるってことにな。だがお前たちはまだその選択の岐路に立ってる。俺と同じような悔いを残してほしくない。ありがとう。君の言葉のおかげでより決心が固まったよ。安心して、必ずカチーナちゃんを連れて帰るから。私はあの子を必ず見つける。だって約束したんだもん、絶対に一人にはしないって。ならよかった。なんだ、体が。ひとたびアビスが体内に入れば、その一部が臓器と同化してしまう。たとえ旅人の浄化能力をもってしても、アビスの影響を完全に取り除くことはできない。幸い旅人のおかげでアビスの影響を抑えられてる。あといくつか処置を試してみるといい。例えば呼吸の頻度を下げ、意識的に精神を鎮めるのも有効だ。だいぶ良くなった。かなり詳しいんだな。ただの経験談だ、大したことはない。とりあえずカチーナちゃんの孤名を手に入れたから一歩前進だね。まずはビジャマをかがり木の民のところに送ってあげて、ワイナにも知らせよう。スピリットストーンを破壊するしかなかったこともワイナに謝らないと。許してくれるよね。なあクイク、そこに立たれると私もどうしたらいいか困るんだが。私が何を言おうとしてるかワイナおじさんも分かってるよね。君たち二人は本当に懲りないね。このおじさんはもうお手上げだよ。なあ戻ってきた。クイク、なんでお前がここにいる。しらを切るつもり。私がなんでここにいるか。皆さんごめんなさい。この人を数分お借りするわ。ほらついてきて。まったく、しばらく失礼する。あのクイクって。ま、話せば長くなるんだが、チャスカの妹なんだ。血はつながっていないがね。まきさんが出てん、これはピー、なぜピーレンガレかな。部外者の私が言うのは少しはばかられるが、まあ秘密ってわけでもない。実はチャスカはククリュウに育てられたんだよ。彼女は幼い頃、ある珍しい病気に患ったことを理由に捨てられたそうだ。その時にアビスの侵食にあってね。ただアビスに飲み込まれる瞬間、彼女の中に生きる意欲が芽生えたんだ。
その意欲を糧に彼女は奇跡的に生き残ったが、同時に彼女の中に闘争の種がまかれた。その後彼女はククリュウに引き取られ、ククリュウと共に各地で戦ってきたんだ。なんか戦ってる場面が自然と目に浮かぶな。それからクイクの親に引き取られて人間社会に戻ったんだが、当時のチャスカはまだ戦う癖が抜けてなくてな。クイクはしょっちゅうそんな姉を連れていろんなところに謝りに行ってた。懐かしいな。私も小さい頃チャスカと取っ組み合いの喧嘩をしたことがあるんだよ。けど今はその衝動をちゃんと抑えられてるみたい。しかも人々の争いを仲裁する調停者になるなんてね。でもクイクとはまだ喧嘩するんだね。大きくなってからはもうしなくなったと思ってたけど。はあ、それに関しては私にも責任がある。もしチャスカが危険なことをしようとしたら止めてくれとクイクに頼まれてたんだ。だが君たちも知っているだろう、チャスカは一度決めたら考えを変えない。なるほど。だから八神の国に行く私たちを止めようとしたんだ。道理でチャスカに普段と様子が違うって言われるわけだね。私はもちろん君たちの冒険を応援しているよ。若い時には冒険も大切だ。私の年ではしたくても無理だからね。でもクイクの気持ちもわかる。大切な家族が命を懸けてまで冒険するのは誰だって耐えられない。ここなら誰もいないわ。さあ1分あげるから白状なさい。何も言うことはない。たとえ認められなくても私はただやるべきことをやるまでだ。クイクも知ってるだろ。そういう開き直った態度を取られるのが余計嫌なのよ。何も言わずに八神の国に行こうとするなんて海外旅行じゃないんだから。八神の国も国なんだから海外だろ。またまた言い訳ばっかり。まず一つ約束したよね。危険レベルを4段階に分けたでしょ。不可避な場合を除いて危険レベル2までは許す。どんなにやむを得ない状況でも危険レベル3までが限度だって。あたしからすれば八神の国は危険レベル4、つまりマックスなの。そんな場所にお姉ちゃんはこっそり行こうとしたんだよ。正々堂々と競技を勝ち抜いたわけだし、それにこの件は自分にも関係してる。だからこっそりする必要はない。2つ目、ワイナおじさんを買収したでしょ。お姉ちゃんを止めてくれるって約束したのに、おじさんたら何もしてないじゃない。ワイナを問いただす気か。だが彼では私の考えを変えられないし、どんな方法を使っても止めることができないと言ったら。ほらボロを出したわ。やっぱりお姉ちゃんの独断だったんでしょ。今回の件に関してはクイクが私の立場だったとしても行くはずだ。私は私、お姉ちゃんはお姉ちゃん、ごっちゃにしないで。私は広報勤務の医者よ。お姉ちゃんが危険を顧みないで無茶するなら医者として叱りつける責任があるわ。ああ、わかった。まだあるか。何よその言い方。しっかり反省して絶対に行かないって約束して。ストップ。今回はガチなやつか、それともちょっとした口喧嘩の範疇か。お、ね、いっちゃ、うん、私が冗談言ってるように見える。なら私もはっきり言っておこう。カチーナがこんな目に遭ったのには私にも責任がある。もし何もしなかったら私は私で亡くなってしまう。でももしお姉ちゃんが自分の衝動を抑えられなかったら同じ結果になるのよ。その話は別だ。モラルと責任の大切さについてはお前が教えてくれたろ。ナタの地に暮らす人間として叱るべき素質を備えるべきだと。自分自身の置かれた状況を正しく把握することもモラルの一つだって言ったはずよ。どちらかを諦めないといけない時だってある。もうやめにしよう。これ以上とやかく言うなら私も本気を出すぞ。
ワイナの家の屋根を吹き飛ばしてほしくないだろ。何よ、脅してるわけ？お、脅しよね。クイク、少しは姉の言うことを聞いたらどうだ。どうしても行くの？私が何を言ったって無駄ってこと？私のこと本当に妹だと思ってくれてる？妹なら私たちの凱旋を待っていてくれ。はあ、お姉ちゃん、しょうがないわね。お姉ちゃんったら本当に頑固なんだから。まったく頭が痛い。何か言いたいことでも？君たち二人は血こそつながっていないが、本当に性格がそっくりだよ。そうか？前にクイクにも同じことを言ったら、彼女もそうかなとさ、言うことまでそっくりときた。部外者である私が言うのもなんだが、時間があるときには妹と過ごしてやりなさい。君たちは二人とも強い子だ。だが強さは孤独に耐えられることを意味しているわけじゃない。ありがとう。気にするな。さて、スピリットストーンを使い終わったのなら返してもらおうか。儀式の道具だから私のところで保管しといた方がいいとキーニチが言っていた。実はその、金融野郎がいてくれたら天空のライヤーを直した時みたいにできたのに。借りたのは1個だったが2個返そう。ん？そうだったのか。まあ人命に関わる緊急事態じゃやむを得なかったのだろう。しかし問題はシトラリの方だ。特に彼女のものを壊してしまったとなると、後で私から彼女に説明しておこう。八神の国に着いたらくれぐれも気をつけてくれ。無事帰ってくるのを待っているよ。เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นที่ลานประลองเพลิงศักดิ์สิทธิ์เหรอ詳しく話すとなると少々複雑だ。かいつまんで説明しよう。またファデュイか。どこに行ってもあいつらってちょっかいをかけてくるよな。エンジン様が力を失った。もしそれをファデュイが知ったら、その隙をついて攻めてこないでしょうか。だからこれは我々だけの秘密だ。決して口外しないように。でないと私は窮地に立たされる。君たちを安心させてあげたいのは山々だが、様々な勢力に追われている今、とても心を休められるような状況ではない。面倒事は私に任せ、君たちはやるべきことに専念すればいい。エンジン様を支えて私も力を貸すぞ。大した力はないけど。謙遜しすぎだイアンさん。北条の国の誇りである君の実力は誰もが知っている。その、ごめんなさい。みんな心配事をたくさん抱えてるのに、私は感情に任せてばかりで。謝る必要はない。誰にでも感情はあるし、私も例外ではない。君の気持ちはよくわかる。カチーナの孤名を見つけたのなら早速探しに行くとしよう。さあついてきてくれ。
よく気づいたな。ここは私が様々な記念品を保管している場所だ。実際に見るのは初めてです。こんなにたくさんあるなんて。全ての部族のものが揃っていますね。集めるのにさぞ苦労されたことでしょう。趣味のようなものだ。ナタでは誰もが英雄の物語を聞きながら大人になるからな。物は記録を残すのに優れた媒体だ。人の脳よりよほど頼りになる。私はこれから儀式の準備をしなければならない。準備が整うまで自由に見学していてくれ。もし興味をそそられる品があれば、その歴史を聞かせてあげよう。じゃ、遠慮なく見学させてもらうぜ。この花は綺麗に咲いていますね。もしかして円陣様自ら水やりをするのですか？この釣りかご、見覚えがある。持ち上げるときは気をつけてくれよ。そのカップとかすごく重いからな。うわ、でっかいベルトだな。オイラの顔よりも大きいぞ。豊穣の国には体を鍛え力を競い合う風習がある。このベルトはその栄誉を象徴するものの一つだ。元は二人でも持ち上げられないほど重いものだったらしい。ベルトが象徴する栄誉を強調したかったのかもしれないな。ただ問題は、そのベルトをつけているといかにたくましい戦士であっても重さにやられ息が上がってしまうことだった。確かにそうだろうな。それでこのベルトの持ち主であるキテラは職人に頼み、同じ外観の軽い模造品を作ってもらった。君たちの目の前にあるのは模造品だ。彼は訓練のたびこの模造品を防具代わりにつけて腰を守っていた。本当はそのベルトを自慢したいだけだったんじゃないか。あ、どさけんでよかパルル。いろんな容器と薬があるぞ。錬金術と関係したものかな。それは名園の主の儀式で使われる道具で、八神の国、そして大霊との意思疎通を強めるためのものだ。イエマヤはその分野の専門家で、私にいろいろと関連する知識を教えてくれた。一見厳しそうな見た目をしていたが、実際はユーモアのある人だった。ただ彼女の弟子がこれら伝統的な容器を受け継ぐのを拒んだらしい。それで仕方なく私にくれたんだ。容器の中身はそれほど特別でもないが、ああ、真ん中の大きな容器は別だ。それは彼女が私のために送ってくれたものでな。おお、きっとすごいものなんだな。何なんだ？ブドウジュースだ。全然すごくないな。そろそろ品質が落ち始めている頃かもしれないが、実に美味だぞ。ああ、その釣り具一式はマタバルという伝説の漁師から預かったものだ。彼とは酒場で知り合ってな。巨大な魚を追うために緻密な計画を立てていると言っていた。当時私はその目に戦意と渇望を見た。彼にとって海は名誉をかけた戦場だったのだろう。それでそいつの計画は成功したのか。再び会った時、彼はひどい怪我を負っていた。その魚がアビスに侵食されていたんだ。獲物を仕留めはしたものの重傷を負ってしまい、彼は二度と海に出られなくなった。マタバルに聞かれたことがある。円陣様、取った魚を持ち帰れなかった漁師は
戦いに勝ったと言えるでしょうかと。勝ったとオイラは思うぞ。私もだ。彼のその経験にこそ戦利品をも超える価値があるのだからな。その後彼は釣り具一式を譲ってくれた。よかったら使ってくれとな。ってことはお前も釣りができるのか？機会があれば腕比べしてもいいぞ。これはアテアのお守りだな。君たちも知っての通り、このお守りはアテアの人生と共に歩み戦場で幸運をもたらしてきたものだ。粉塵はしばらく置いておく必要がある。もう少し待っていてくれ。さて、一通り見た感想はどうだ？ナタの文化をより感じられただろうか。おう、どの記念品にも物語があるんだな。こうして見るとナタって本当にいろんなことを経験してきたみたいだ。お守りを見るとアテアの言葉を思い出すし、お前にとってここにあるものはどれも特別な思い出を呼び起こしてくれるものなんだろ？ああ、そうだ。そしてこれら記念品の役割は各部族に伝わる古名と似ている。我々に時間の真の姿を見せてくれるのだ。時間の姿？我々は時間を一本の線とし、それに沿って進むことしかできないと直感的に捉えている。過去を変えることも未来を予知することもできない。だがもう一つ別の解釈が存在する。私が思うにこちらの方がより真実に近い。過去、現在、未来、全てが同時に存在しているのだ。同時に存在？何言ってるんだ？言い方を変えよう。君たちが旅の終点にたどり着いた時、どの国での経験が最も重要だったと思うだろうか？แน่นอนว่าต้องสำคัญทั้งหมด。そう。終点にたどり着いても、旅で経験したことは消えない。ただ君たちの経験や見聞に変わっただけだ。そのうちの一つでも欠ければ、君たちは別の選択を取り、全く異なる終点へとたどり着くことになるかもしれない。一方、まだ訪れていない未来にも同じことが言える。現実になってはいないが、それはすでに存在しているものであり、我々はそれを感知する手段を持っていないだけだ。無論、一部の優れたものは未来を予知できる。彼らはそれを運命と称するのだが、こっちの概念なら馴染みがあるのではないだろうか。そう言われると確かに理解しやすいな。まだ起きてないのにすでに存在してるってことか。人間は現在を感じることにしか長けておらず、過去をすぐ忘れ未来をないがしろにしてしまう。เพราะงั้นนาโบราณน่าบันทึกอดีตเอาไว้。ああ。そして帰化聖夜の巡礼と予巡者の戦争が未来を示してくれる。別の時空のナタ人が団結することでアビスのような難敵にも立ち向かえるのだ。初代エンジンはどれほどの先見の明を持ち、このようなルールを作り上げたのか。頭が下がるばかりだな。カブコンさん、これ肉まがんだ。あ、初代エンジンもかつて人間だった。大きな力こそ持ち合わせていなかったが、カムクラを利用することで天空から力を借り受け、ナタのルールを作った。このルールがあったからこそ、ナタの人々は誰もが神になりうるのだ。帰化聖夜の巡礼で選ばれた最強の者が、カムクラにつく栄誉を授かった瞬間、その身に烈焔が覚醒する。また同時に、ナタに関する様々な知識や記憶を得るのだ。先ほど君たちに教えた内容も、聖火から学んだものになる。なるほどな。カムクラとルールの力か。あれ？これって家族の絵か？ん？ああ、私の父と母、
そして妹と私たち二人で飼っていた古竜だ。父の革鎧から一部を切り取りキャンバスにし、腕のいい画家に描いてもらったものだよ。かわいい妹さんだな。お前とすっごく仲が良さそうだぞ。ひひ。神になる前はただの人間だったって聞いた時は想像できなかったけど、この絵を見ると納得だな。見た感じどこにでもいそうな人って感じがするけど。こんなこと言っちゃむずかったか。今さら聞いたところで手遅れだぞ。ごめん、ちょい口が滑って。冗談だ。このくらいのことで怒るわけがないだろ。他人にどう評されようと、これは私の過去だ。私にとってかけがえのない宝であり、いつ何時も誇りに思っている。人が神になろうと家族とのつながりを断つことはない。ただまあ、忙しさのあまり避ける時間が減るのは事実だが、父は肉を煮込んだ料理が得意でな。妹はそれをよそった食器を手によく私のところに来ていた。そして共に絨毯の上に座って食べるのだ。だがある日、ドアを閉め忘れ古竜たちが入ってきてしまったことがある。そして食器をひっくり返してしまった。すると妹は大泣き。そのいたずらっ子どもは肉を食べようとする手を止め、みじろぎ一つできなくなっていた。床に伏せたままシュンとする姿を目にしたら、どうにも叱責できなくてな。代わりに妹を慰めるのに手を尽くしたよ。へえ。ที่ถึงไฟใจดีกับสุเรนขนาดนั้นเลยตอนนี้ฮะ家族とはそういうものだろ。過去の微笑ましいエピソードの一つだ。こういった経験をしてきたからこそ、ナタを守るとは一体何を守ることなのかをひとときも忘れずにいられる。それからどうなったんだ。この絵って結構年季が入ってるし、妹さんはもう大人になってるんだろ。確か建築家と芸術家になったはずだ。数多くの建築物を手掛け、様々な芸術作品を生み出したと。その話はまたの機会としよう。粉塵の準備が整った。そろそろ始められる。ヤンサ、ムアラニ、チャスカ、来てくれ。5名を置いたら、すぐに始めよう。